コルンです。ニコルンです。ちょっとテンション低いじゃん。いやどんな感じで始まるかな。おじさんが嫌なの。もう一回もう一回。いいよこのままでいこう。ニコルンです。いやもう最高でしたよ。もうニコルンさん動画でね、うん、はい、メイクしてもらいました。いや可愛かった。いやめちゃくちゃ勉強になりました。いやこそですよ、普段から活かせるメイク。あそうね、うん、あと簡単にできるしね。めちゃくちゃ簡単でした。早く終われると思いますので、うん、ぜひ参考にしていただいてね。はい、何しますか今回は。そうなの、もうさっき考えてたの。どうしようかな。見てましたよ、それ考えてる。即興だなって思います。即興でできるからすごいですよね。いや、なんかね、今のこのメイク可愛いじゃないですか。うんうん、で、まあ、もちろんアイシャドウ赤にしたでも、うわ可愛いっていう、なんかそれつまんないなと思って。うんはいはい、今のこのメイクをベースに、ちょっと、新しいことしてみたいなと思いまして、こういうよくブロンザーってこういうパウダー系のもので ね、ゴールドとか一回発売されてますよね。そういうね、いっぱいあるじゃないですか、うん、この使い方が可愛くて買っちゃうんだけどね、買うんだけどよくわかんないんですよね。ですよね、うん、そうパケ買いして、うわ可愛いキラキラ何これってなって買うけど、以上以上結果ちゃんとした使い方がわかんない。わかんないんだよね、うん、だからこういうの多いから、ね、まあ多いこうちょっとね、確かにちょっとレクチャーしながらやってみたいなと思って、うんうんうん、でアイメイクでももちろん使えるし、まあ、マルチで使えるんだけど、うんうん、じゃあもう早速いこう。もう今日はシャネルいきますよ。ちょっとゴールド系のこういうツヤになるんですよ、うんうんうん、これを、怖い嘘だ本当よ本当に本当本当こういうとこ入れちゃうの。絶対嘘だ。いやほんまやってほんまで鼻筋も細く入れちゃう。でアイのとこもちょんちょんって入れちゃう。ちょっとね、いや鏡のめっちゃ濃いですけど、ほんまちょっと鏡見て、わかる？ちょっと違っ、うん、わかりますわかります、違いのわかる女性でしょ。はい、違いのわかるねえ、なんだろう、なんかね、今そんなバーって塗ったのに、うん、なんか馴染んじゃってる。そうで、ちょっと黄色く光るというか、うん、高み、自分の顔高みってないけど、そうそうそう、なんかエレガントになっていく感じ、うん、エレガントになりますね。いや塗り方びっくりしたどうなるの、自分だったら絶対こ怖くていけないですもん。いけないよね、うん、いけるんですね。いけるんですよ、ね、これやばいですよそれやばくない、それやばいです、やばくない、ちょっとやばい予感しますよ。いやいや、さっきのがちょっと大人の抜け感メイクだったじゃないですか、うんうん、ちょっとバカンス寄りなメイクになってる。バカンス寄り、うん、でこれを今度はこういうとこね、気持ちだけでもね、そういけなくてもいけなくてもね、顔だけを鼻に通すんですか。通しました。えこの顎先、ここ顎を丸くするんですよ、ここ。おじさん頑張ってんのちゃうすごい、てかめっちゃほっぺにいるほら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 、いやすごい、確かに夏の女になりましたね。なったでしょ、うん、なんかこれちょっとジプシー感が出るというか、でかい帽子とかかぶって、ね、そう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 、この赤いのも、いや絶対使えない、使えるこういうトントン、今逃げたくなりますもん、ね、これとかマジでいつ使えばいいのか分かんないです。見て、おお、いい位置に、そう入ったでしょ、赤みがポッとね、うわかわいい、あかわいい、来ちゃうのこれ、いいですね、なんかね、うん、失敗したなと思って、すごいチークがつきすぎたなと思ったら、うん、もう一回この明るいやつをさっとかぶせる、さっとかぶせるだけなんですよ、うん、だから誰でもできちゃうと思う、うん、シェーディング感が、ほんとこれ超上級者だけど、いや、やってる、ね、やってることはそう簡単な話だから、めっちゃ簡単ね、こういうのをうまく使っていただけると、うん、多分メイクの幅かなり広がると思うので、うんうんうん、肌もね1個じゃなくて2個も3個も、ね、同じメイク毎日してるよりね、こうやってちょっと遊んであげた方が楽しいですね。楽しいよね、気分変わるしさ、うん、で今度はこの辺の色、うん、これ持ってます私、持ってるでしょ、でもそこまだ使ってないです使おうよこのブラウン、このブラウンゴールドって使おうよでこれアイメイク、この上今この綺麗にオレンジが入ってるところをちょっとラインっぽく赤く入れちゃうんですよ、これ、うん、どういうこと、このオレンジを生かしながら、うん、よいしょ、見えてる、はらら、おかわいいでしょ、華やかですね、そうなの、いいよね、うん、どれ使ったの、いやすぐそこにありました、ありがとうな、はい、全部見えてるんでおじさんだからさ、どこ行ったか分かんなくなるんだよ早くてびっくりしました、はい、いやすごい簡単、はい、で髪の毛やっちゃおうか、せっかくだから、ね、やった、
髪の毛ね、髪の毛動画でやってもさ、うん、あんまり回らないんだよ。そうなんですか。なんか僕のメイクももちろんねやってくれるのめちゃくちゃ嬉しいんだけど、うん、いろんなメイク試してもらって、うん、あとそのいろんな技を持ってた方が広がるじゃない、うん、確かに服によってもそうだし。そうだよね、どこに行くか何をするか、うん、そう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 、変えてった方が回しいいよね、うん、なんかドキドキすること 大事じゃない。大事ですね。てか自分のなんか顔とか髪とか、まあ、ファッションもそうだけどそれにときめくって結構大事だと思います、ね、あれ今日私イケとるやんっていうのがすごい大事な気がする。練習すれば別にね誰でもできますから。できるできるできる、うんうん、難しいってみんなそこで諦めちゃうけど。そうなんだよな。お悩み相談コーナーみたいな。わかるんだよな。でもすごい大事よな、うん、そこな。大事だと思います。ちょっとカードをね見つけるだけで違うもんね、うんうん、マジじゃん。なんかマジ夏の女になりました。なりましたよね。本当に麦わら帽子かぶりたくなっちゃう。そうなんですよ、うん、帽子かぶった時にストレートっていうのは、ね、なんとなくいい、ね、ちょっとニュアンスであって、うん、作ってあげるといいのかなと思って。いいですね、うん、でっかいやつね。かぶりたいね。かぶりたいです。ね。いい、かわいいです。ありがとうございます。いや、とんでもないとんでもない。すごい簡単にできるんで。すごい。はい。ニュアンスで巻くっていう。そうそうそう、もう本当にニュアンスでいいですからね、うん、あの頑張ってこんなことしたりとかしなくてもよくて、うん、もうちょっとニュアンスつけておいて、うん、バックスつけて、うん、もうそれでこう雰囲気をちょっと楽しんでもらえると、うん、いいかもしれない。いいですね。毛先がちょっと曲がってるだけでも違うもんね。そうですね、なんかこの、うん、整いすぎて、ね、この左右ちょっと違う感じ。そう、そちらが全然可愛いんでぜひやっていただけたら、うん、いいです。夏の女になりました。いやー、可愛い。イエーイ。皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございます。もう最高でしたね。楽しかったです。ずっとできますね。それ無限にやります。こんなにやりますから、ね。次いつ来てくれるの？またじゃあちょっと季節変わった時、冬の秋冬、はい、秋冬行きましょう、はい。またお願いします。いや、こちらこそ、いや、すごい楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。たくさんのヘアメイクを皆さんにご覧になっていただきたいと思っています。チャンネル登録。よろしくお願いします。